はい、トルチャンネルです。今日はね、ちょっとね、前回はね、ちょっと東の方に遠征してたんですけど、今回ちょっとね、兵庫県内なんですけどね、ちょっと今、赤穂の方を今、走ってます。赤穂市ですね、はい。でですね、今日はちょっとね、前回撮影からちょっと週が変わるんですけど、またね、前回からちょっとまた車のね、変更あった点をちょっとね、お話ししようかなっていう感じなんですけど、あとパドルシフトのね、外付けというか純正のパドルに上からかぶせるタイプのエクステンションっていうんですか、それをちょっと買ってつけましたと。結構ね、この36アルトのパドルって、その何ていうんですかね、三角形のとんがってる部分が手元に出るみたいな感じでね、他の例えばスバルとかのインプレッサとかのね、パドル見てたら、なんていうんですかね、三角形の広い方、底面っていうんですか、広い方でやるから、ハンドル上の方持っても下の方持ってもパドルしやすいみたいな感じなんですけど、そういう風にする感じのエクステンションをつけましたっていう感じですね。結構ね、値段がね、今までこの車のパドルシフトって、万超えするちょっと高いやつしかね、なかったんですけどね、最近ね、どうも最近なのか分かんないですけど、また民からで見てて、同じ車乗ってる人がつけられてて、結構良さそうだなということでね、ちょっと買ってみたんですけど、ちょうど5000円ぐらいですよ。メーカーがね、サバニーニっていうんですかね、そこのものなんですけど、結構そのアルマイト調ですごい高級感があって、私は赤を買ったんですけど、赤と黒と確かシルバーだったような気がするんですけど、で実際つけてみて、重いんでね、パドルするのがすごい軽くなった感じですね。今までガコって感じでしたのがポコっていう感じになりましたね。で、もう一つがあるんですよね。それがちょうどね、この今用事行ってきた、その用事の内容になるんですけど、その同じね、その車、アルトターボ RS 乗られてる方で、それまでちょっと仲良くさせてもらってた方が、また、トラストのね、インタークーラーつけられてて、ちょっと買い替えるから、お友達価格でどうということで、で、お友達価格でね、前々からつけたかったトラストのインタークーラーをゲットしたわけですよ。で、その今、受け取りの帰りなんですけど。実際に、車体にはついてるんですよ。なんで今その初走行してる最中ですよ。
っぱトルク感上がったような気がしますよね。割と今までと同じペースで踏んでるけど、まだなんていうんですか、その言うほどいつも以上に踏んでないけど、いつもぐらい出てるって感じですね。だいたい今これまあ一応山道ですけど、だいたい今で、アクセル回路 15% ぐらいですね。今20ぐらいですね。ピボットのね、クルーズコントロールとスロコンを兼ねてるやつつけてるんで、一応それでね、アクセル回路見えるんですけど、今15以下は表示されないんでわかんないですけど、だいたい表示されたら15ですよね。ちなみに今走ってるところは、まあ、鷹取峠っていうところですね。赤穂市と相生市の間にある峠ですね。前の車がゆっくり行かれてるみたいで、結構後ろ車列になってますね。
はい、ということで今回はこの辺で失礼したいと思います。ご視聴ありがとうございました。